ちょっとちょっとちょっと微妙な情報ですよ今が買い時の赤丸のぐーンと来てる株があるらしいんですよ探りに行きましょうちょっと儲け話の予感に胸高鳴る稲富リポーターっていやいや違いますよえ違うの食べる方の株ですかあ、夢追いみたいもんないやいやむしろそっちの方が楽しみですよ行きましょう というわけで、やってきたのは、滋賀湖北の町、舞原市。雄大な伊吹山を間近に仰ぐ、ちくま地区です。こんにちは。ちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ここが、あ、か畑ですか。はい、そうです。おお、すごいいっぱいありますね。こちらが、舞原の夢追い人、間のたけさんです。あ,あ、こんにちは。<ー>お父さんと一緒に、収穫作業をしている、かぶ畑にお邪魔しました。 結構赤いですね。そうですね。まあ一度引いてみてください。え、いいですか。はい、せーの。うん。よいしょ。うわー、すごい。赤いですね。あ、茎も赤い。だけど、こ根っこっていうか、実も赤い。これなんていう株ですか。これが赤丸株です。赤丸株も名前の通り、綺麗な赤色ですわ。 赤丸株はこの地域で昔から作られている品種で古くは平安時代から栽培されていたという言い伝えや彦根城の庭で育てられていたものが近隣に広まったなどとも伝えられこの辺りでは昔からお漬物の野菜として親しまれてきましたいやもう立派な赤丸株ですけど真野さんはずっとこの赤丸株作ってはるんですかいやあの元々うちの親が ずっと作ってました、赤丸株を。<う>で、まあ、七年前に私、私サラリーマンやってたんですけども、辞めて、帰ってきて。やり始めました。まあ、あの、赤丸株、作る。担い手として、ちょっと、頑張ろうかなと思いまして。ええ、ちなみに、何年前から、もう、お父さんは作られてはったんですか?。昭和62年。もう、ほんで、約30年。ええ<ー>、うん、ほんでも、真野さん、生まれてへん時から。 まあまあもう<ー>ちょっと生まれてるはい <laughs> も,うも,うもう十分生まれてましたん、ね、で,すか、はい、でちっちゃい時から一応赤丸かばん見てはったってことですかはいそうですね東京でのサラリーマン生活から U ターンして農家になった真野さんお父さんもまだまだ現役バリバリですが真野家にとっても地域にとっても貴重な担い手です なんかこの辺あれですね。風が冷たいというか、すごい寒い冷たいですね。そうですね。冬はもうこれ寒いのは。この辺はずっと寒いんで。<ー>この寒さがまた、あの、この赤丸株を大きくして。より赤みを増すように、漬物にはするんですけども。あちらにちょっと見てもらったらわかるんですけども。あっち?。あ。あれですか?。はい。何してはるんですかあれ。あれ、あの、漬物にするために、あの、干してるんですけども、北風に当てると、さらに甘みが増すんで。 ハサと呼ばれるののの天日干しは古北の冬の風物詩琵琶湖から吹きつける北風がカブの甘みをぐっと引き立てておいしい漬物の材料にしてくれるんだそうです真野さんの家はお漬物の加工販売をされているということで漬け込みの作業を見せていただきました。 いや、皆さんね、すごい作業されてますけど、お母さんは今何されてるんですか。はい、あのぬか漬けにしてるんです。ぬか漬けに、干したらこんな感じになるんですね。すよいしょ。あの、かたやかたやかぶらがね。あ<わ>、ごめん、お前ちょっと伝わるかな。はい、柔らかい。そうそう。こういう赤葉を取ってもらってね。あらら,ら。はい。入れるんです。ざわっと入れるんですね。 これぬか漬けってお母さんの担当なんですか。<laughs> そうですね。皆さんと一緒にね。<laughs> ああお前ですか。はい、何年ぐらい漬けて貼るんですか。どのくらいのありやろうね。ずっと前から私らの仕事さんからずっと伝わってるんです。は,<ー>はい。え皆さんもやっぱりお漬物食べはりますか。はい。大好きですか。ま、大好きです。いやもう <laughs> 進みますよ。ご飯が進みますか。はい、いやーお腹空いてきたな。はい ねね、呼ばれてもらいましょうね呼ばれてもらいましょうはい、はい、呼ばれてもらっていいですか、はい、ありがとうございますうそのお味皆さんにもおお伝えしたいお母さんご自慢のお漬物と奥さんの赤丸かぶ料理も作っていただきましたということでお料理をたく まずそちらが赤株のぬか漬けになりますぬか漬け、はい、こちらはこちらが酢漬けですうわうわ美味しそうてていぬか漬けをご飯とともにうわー美味しい <laughs> めっちゃ合いますねご飯に <laughs> ありがとうございます <laughs> 酢漬けもちょっと真っ赤っかですね別に色をつけてるわけじゃないんですけどへ、えーうん。うわうん こっちも美味しいうわっ。こっちもさっぱりして、めっちゃご飯に合いますね。はあ、よかったです美味しい。<laughs> そちらの米もうちが作ってるんですか。あ、え、マノさんが作られてるんですか。はい。最高、贅沢ですね。<laughs> うわ、うまいわ。<laughs> これ、えー、そちらの巻き寿司に入っているのは、赤丸株の酢漬けと。えー、卵、うん、椎茸などを入れて、えー、道の駅でも売らせていただいてます。うん。うん。 <laughs> すごい。またこの酢の感じがすごい合いますねあ。ありがとうございます。そちらが赤丸株を使ったみぞれ汁になります。みぞれ汁。はい、あの普通にこう吸って入れさせていただいてます。うわー。最高、すごい。<laughs> むっちゃ伝わってきますね。甘み <laughs> とか。<laughs> そうですね。はい。うん、に。こんなにバリエーションあったんですね。知らんかった。 いつもこの料理食べてはるんですか。たまに作ってくれるんで。あ、いいな。はい、じゃ、奥様も、もうずっと赤丸カブって食べられてたんですか、はい。私はですね、ちょっと結婚してからこちらに来て、うんと、大体七年ぐらいなんですけれども。<ー>はい。 それから知ったんです、結婚してからじゃあえ、はい、結婚する前ってどちらにいらっしゃったんですかあの東京の方が出身なんですけれども東京ですか農業するって決まった時どんなお気持ちやったんですかま、まあ、全然もうわからなかったのでただただ不安でしたはとおっしゃってますけれどもすみませんやっぱり農業されてよかったなって思うことってありますか、うん あのまあ自分で作ってでまあ加工させてもらって、うん、でそれをまあ自分で売るということがまたそれは喜びでもありね、うん、いいかなという感じはしますけども。でもやっぱり、ね、その赤丸株ってこう地域の大事なものじゃないですか。いやまあ元々ずっと身近にあるものですから作る人がだいぶ減ってきてますので、うん、そういう意味ではこう,う守っていかなあかんなという気はしてます。引き継げるところはね。 引き継いでいかなあかんなと思ってます、ね、素晴らしい、うん、いいこと言いましたね <laughs> 株が上がってますよ今い <laughs> 赤いけどね